ひろみのまるっとガジュマル。みなさんこんばんは。タジャニハオ、タジャワンアン。台湾系 J-POP シンガーソングライターのひろみです。山水に光る美しいと書いてひろみと読みます。さあ、 FM 小座さんからお届けしておりますひろみのまるっとガジュマル、毎月第2月曜日夜8時から9時までお届けしています。本日は2月14日バレンタインでの月曜日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は東京にいるんですけれども、まだまだ寒い日が続きます。先週もね、東京またあの雪が降りまして、結構大きなね雪降って、で翌日が晴れの日だったのでね、まあ、つるんといかないように、まあ、そーっとね歩いておりました。沖縄はいかがでしょうか。沖縄のね仲のいいシンガーソングライターの子がいるんですけれども、時々 Facebook でね記事上がると、すごいこういいお天気の日が続いているようでね、ああ温まりに行きたいななんて思っております。早くねもうどこへでもピュンと安心してね、遊びに行ける日が一日でも早く戻りますように。そして寒い日続きます。私はとっても冷え性なので、寒いのが本当に苦手なんですね。まあ、とても暑いのも苦手なんですけども、寒いのが苦手で、早く早く春が来てほしいなぁ。ということで本日のオープニングはこの曲です。ひろみがカバーをいたしました、春よ来い。淡き光立つにわかめ、愛しい面影の沈丁げ、溢るる涙のつぼみから一つ一つ香り始める、それはそれは空を越えて、やがてやがて迎えに来る春よ、遠き春よ、まぶた閉じればそこに愛をくれし君の懐かしき声がする。
台湾系 J-POP シンガーソングライターひろみ、ベストアルバム五月雪スラッシュ海に星空、好評発売中。全部入ってりゃいいんでしょ。ひろみ台湾で検索。はい、ひろみのまるっとガジュマル、ひろみがお届けしております。本日1曲目、春よ来い、お届けいたしました。こちら、YouTube にあのミュージックビデオも上がっておりますので、ぜひ見てみてください。さあ、1ヶ月振り返りのコーナーでございます。春節が大きかったかな、この1ヶ月は。今年は2月1日が、春節1日目で、2月6日にですね、ひろみ新年超える春節演奏会ワンマンライブお届けいたしました。去年は月1で、大きな編成でのワンマンをお届けして、今年は少し控えめということで、この2月6日が初めてのワンマンライブだったんですけども、ちょっとね、結構待ち遠しかったです。早く歌いたいな、歌いたいなっていう気持ちで、でもうライブ中はすごく楽しくって、このね、ご時世にもかかわらずたくさんの方が、一緒に春節をお祝いしに来てくれてね。で、 YouTube でも配信で今もアーカイブが残っております。たくさんのコメントや、投げ銭、本パをですね、ありがとうございます。アーカイブいつでも見られるようになっておりますので、ぜひぜひご覧ください。そんなね、春節のワンマンライブ終えて、早くまた歌いたいなという気持ちでいっぱいです。今度のワンマンはおそらく春頃になると思います。決まったらまたお知らせしますので、お楽しみにですね。そう、年末年始、去年の年末年始にかけて、デラザン、名古屋のね、台中市のテーマソング、デラザンの中国語バージョンのレコーディングをして、終えて、無事こう納品もできて、で今回のワンマンライブで、まだあのミュージックビデオとともに公開にはなっていないのでね、先取りで2番をまるっと、中国語でお届けいたしました。デラザン、めちゃくちゃ練習してレコーディングにも挑んで、初めてライブでねお届けして、ちょっとドキドキっとしたんですけども、すごい中国語バージョンも良かったっていうお声がねたくさん届いて、すごく嬉しかったです。あと名古屋を思い出しました。また今年も名古屋に来てください、お待ちしてますとか、あのフルバージョンとっても楽しみにしてますっていう言葉もたくさん届いてね、おそらく春頃にはデラザンの中国語バージョンもね、皆さんにこう聞いていただくことできると思いますので、楽しみに待っていてください。はい、というわけで、まあ、割とまったりのんびりとしたこの1ヶ月だったかな。ひろみは寒いとね、ちょっとこう非活動的になりがちなのでね、早いとこね、もう1曲目の春よ来いみたいに暖かくなってほしいななんて思いながら、 あと今年のね、お正月は割と年始からね歌い始めがあって働いていたので、1月中旬にはゆっくりと本当にダラダラとお正月休みいただいてね、休んでおりました。そう、あとは、知り合いからウェブ CM の、 歌のお仕事いただいたりとか、あと変わらずネギちゃんからはテレビの、歌番組のカラオケで一緒に流れるコーラスのレコーディングのお仕事をいただいたりとか、意外とねこう最近 SNS では新しい家族を迎えしてね、豆柴のトーファちゃんのことばっかりつぶやいていて、ちょっと犬赤になってきているんですけども、意外とちゃんと音楽のお仕事もちゃんとしておりますのでね、みんなにね大きい発表ができるのがまた楽しみです。お待ちください。春頃に向かってね、野外のイベントもちょっとずつ、決まり始めておりますので、そちらのお知らせもお楽しみに。ぜひ皆様ツイッター、
Facebook、Instagram とねやっておりますので、フォローよろしくお願いいたします。さあ、そういうことで今度の2曲目はですね、こうまだまだ中国バージョンまだですけれども、お先に日本語バージョンで、今年も名古屋で歌いに行けますように。デラちゃん、話したカフェ、おはよう一言送る、踊る指先、思い出たどる視線の先に、見たことのないモーニング、好きかな好きだろうな、この虹色茶芸館。ここはオーナーひろみが経営する虹色茶芸館。さまざまなお客様を招いて、おいしいお茶とともに語り合います。さて、
今夜のお客様は、はい、ひろみのまるっとガジュマル、ひろみがお届けしております。さまざまなお客様をお呼びする虹色茶芸館、本日2月14日月曜日、バレンタインデーということで、バレンタインデーに関わるエピソード、もしくはバレンタインデーといえばチョコレートに関わるエピソードお届けできたらということで、ぴったりな方がいました。番組2回目の出演となります、下高井戸の台湾カフェメイリーの店長兼オーナーさん、小山龍さんです。こんばんは。こんばんは。ようこそ。メイリーのオーナーとトファーちゃんです。はい、さっきからあの皆さんに聞こえてるか分かんないけど、たまにねあくびの鳴き声が聞こえてますが、今日はお店の看板娘、豆柴のトファちゃんも一緒に出演ということで、お膝に乗せてお届けしております。非常にあの和みますね。可愛いですね。可愛いね。トファちゃん、さあトファちゃんのコーナーもそのうち作りたいんですけれども、今日はですね、出演料がかかります。うちのトファが出る場合は出演料がかかります。おやつでもいいですかね。はい、はい、というわけで小山さん、今日はですねバレンタインデーなんですよ。はい、小山さんは、まあ、学生の頃いかがでした？バレンタインデーチョコレートとかもらいましたか？学生時代はチョコレートをたくさんもらいました。お、すごいですね。モテてたんですね。モテモテでしたね。おお、すごい、自分で言っちゃうんですね。はい。社会人になってからいかがですか？いや、社会人になってからも毎年たくさんもらえてですね。本当ですか？モテモテでしたね。本当ですか？はい、すごいですね。今年も多分たくさんもらえるんじゃないでしょうかね。すごいですね。ありがとうございます。はい、そんなあのバレンタインデーといえばチョコレート、まあ、日本では、割と女性が男性に贈る、まあ、近年ね関係なくいろいろ友達同士とか逆もあったりしますが、そんなチョコレート、お店メイリーではですね、台湾産カカオを、から作ったチョコレート売っているじゃないですか。はい、私あのお店でお手伝いするまで台湾でもカカオが取れるっていうこと知らなかったんですね。はい、はい、小山さん、台湾のカカオ豆っていうのはどうやって知って、そのなんていうか出会ったんですか？台湾にですね、台湾のピンドンに農業ボランティアに行ったことがあるんですけれども、前回もあのボランティアの話してくれましたね。はい、はいはい、そのボランティアで、ドラゴンフルーツとか小松菜とか育ってる農園だったんですけど、うん、その農園の近くで、まあ、コーヒーを飲んでコーヒーを広めたいっていうのが最初なんですけど、うんうんうん、その近くでコーヒーもあるしカカオもあるんだっていう話を聞いて、うん、でそこで知ったんですね、あのカカオもあるっていうこと、うんうん、で、まあ、あの一回日本に帰ってきてコーヒーを広めようっていう中で、台湾にもカカオがあのコーヒーを広める中で、うん、コーヒーと合うもんなんだろうっていう時にカカオもあるっていうのを、カカオも一緒に紹介したら、うん、まあ広げやすいなっていうのも考えて、うん、じゃあコーヒーもあのカカオもちょっと仕入れてみたいなっていうことで、農園にそこから結構足で通うようになったわけですね。なるほど。はい、スタートは、まあ、台湾コーヒ ー、 あの前回もね出演してくださった時にたっぷりお話しいただいた台湾コーヒーで、コーヒーと合うあのスイーツといえばチョコレートということで台湾産のカカオ、その後あのいろいろ今ねあの農園に足を運んだということなんですけど、実際に自分で運んで どういうことをしたんですか？そのやり、なんていうのかな、僕にくださいみたいなやり取りしたってことですか？まあその農園見てみたいっていうのをですね、農園のとこに直接行って、うん、農園見たいですって言って、農園であの収穫してから発酵させて、うん、製造させる、製造チョコレートになるまでみたいなのを、うん、見させていただいてましたね。なるほど、ね、時々トファちゃんが泣いてくれておりますが、意外と見してくれるもんなんですね。そうですね、今仕入れてる、うん、
のカカオ農園の人なんかはもうあの見学用のカカオ農園みたいなのもあったりして、なるほど、カフェ併設しててカフェの隣に農園というか本当5本ぐらいカカオのね、うんうん、木を栽培してて、うん、それを見せてくれるみたいな、うん、で本当興味があれば、うん、あの近くで発酵してる場所もあるから、うん、発酵ってこういう風にやるんだよっていうのを見せてくれたり、それその時に台湾で初めてその実際にカカオ豆 その農園の様子とか発酵の様子を小山さんも見たんですか？そうですね。へえ、どうでした？なんていうか、こういう風にやるんだっていうびっくりしたようなこととか、これ面白いなっていうとか、もう何よりもあのカカオが生えてる様子がすごい面白かったんですよ、うん、ほう、木にも直接カカオの実がこう刺さってるみたいに生えてて、木に直接カカオの実、カカオっていうのは木なんでね、あ、そう、果実、うん、そう、そのカカオ木なんですよ、うんうん、木に、木からもう直接果実がこうグサッて刺さってるみたいな感じ、うん、でそれをねじり取ってねじり取る、そう、ねじり取ってパッカーンって割るんですよ、硬い殻を。カカオ豆、私はもう全然詳しくないんですけ ど大きさってどんぐらいなんですか？なんかあの台湾のに関して言うと、うん、大人の拳2つ分ぐらいなの。大きいね。意外に大きいんですよ、男性の大人の手ぐらいですよ。あ、じゃあそれをねじり取ってハサミで切ったり、ほうほうほう、で発酵するところまで見学できるという。へえ。沖縄のラジオでしょ？そうですよ。なんと沖縄でもカカオが取れるんですよ。そうなんですか？そうなんです。やっぱ暑い国が向いてるの？そう、暑い国が向いてるそうですよ。へえ。沖縄、あ、じゃあ沖縄でも 見に行ったことがあるんですか？はないんですよ。行ってみたいなって思って、うんうん、たんですけど、ちょっと上の方なんですよね、だいぶ。なるほどね。そうだから結局この間あの去年行ったんですけどね、はい、結局あの遠いから諦めちゃいましたね。そうなんですね。じゃあまたの機会ということなんですけど、またの機会ですね。なるほどね。まあ多くの人がねお店でこう完成されたチョコレートしか見たことないと思うんですよ。はい、メイリーのお店にはその台湾のカカオ豆が どのような形でこうお店に運ばれてくるんですか？カカオの果実を発酵させて発酵させたのを天日干しするんですよ。ほう。でその天日干しして乾いたカラカラの状態のがメリーに来て、あ、それが私もいつも見る、あの、うんとね、レーズンより二回りぐらい大きいぐらいの、あの茶色いやつですね。レーズンより二回りぐらい大きいあの茶色いやつ。あれが届いて、そう。その後は私も初めてこうやってチョコレートってできるんだっていうのを見させていただきました。そうそうそう。その皮を剥いて粉砕することを2日ぐらいでドロッとすごい本当滑らかになって、うん、砂糖を加えるとなんとチョコレートになっちゃうわけです。ねえ、びっくりしました。なんかあの、なんていうの、円丸い機械にね、薄みたいなね、そう、あれに入れてこう2日間ぐらいずっとぐる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 回して、本当機械大変だよね。私聞きましたもん、これは何をしてるんですかっていう、ね、だからチョコレート作ってるんだって聞いて、え、チョコレートってなんていうの、こうやって自分で作れるのっていう衝撃受けたの、やっぱ今でも覚えてますもん。で、あの、ね、まだあのお砂糖入れる前のうん、チョコレートもペロッと食べさせてもらったことあるんですけど、なんとあれは味噌です。違いますよ、味噌じゃありませんよ、チョコレート、チョコレートです、ね、苦いのね、はい、すごい苦い。だからチョコレートってほら薬だって言われてる時もあったじゃない、はい、時代で言われてますよね。あ、確かにあの苦さは薬だと思うなっていう、うん、そうなんですよ。さあ、まあ、チョコレートができるまでっていうお話を伺ったんですけれども、1曲挟んで後半ではそんなあの台湾カカオ豆から作られたチョコレートのまあ味とかのね特徴を聞いてみたいなと思います。では続いての曲です。空と海と人魚姫、どうぞ。おとぎ
ことばかりで意地悪なライバルだって怖い魔女だっていないのに愛に行ける足だってあなたはい、ひろみのまるっとガジュマル虹色茶芸館、本日のお客様はバレンタインデーにちなんでチョコレートをご紹介してくださっております下高井戸台湾クヘメイリーの店長兼オーナーさんの小山龍さんです。引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。はい、曲中にもね、あの看板娘のトーファちゃんずっとクンクンしてますね。かわいいですね。さあ、台湾のカカオ豆との出会いやこのようにして、チョコレートになるっていうお話を伺ったんですけれども、そんな台湾カカオ豆から作ったチョコレート、なんか大きな味とかやっぱ風味特徴はありますか？まあ、特徴として僕が言うより、うん、僕カカオの卸をしてチョコレート屋さんのシェフとかに渡したことあるんですけど、はいはい、そのシェフたちが言った特徴としては、はい、バラのような香りがするとか、ほう、ウイスキーのような風味とか、ほう、赤ワインを感じるとか、もうシェフによってね、うん、あのカカオって焙煎させるんだけど、焙煎した後の味がもう全然違うんですよ、はい、シェフの好みによって焼き方が変わるんですけど、なるほど、 その人によってはもう本当お酒になったりバラのような風味だったりね、うん、まあ、そもそもそういう風味ってのは人によって感じ方違うんですけどね、うんうん、うちで言ったら結構あのウイスキーっぽいなとか、うん、レーズン感じるなとか、うん、そんな気がしますね。今あのその焙煎の仕方によってそう同じカカオ豆でもチョコレートになった時に味が風味が変わるって言ったじゃないですか。そうとなると結構無限大なんだね。無限大、面白い食材なんですね。そうなんです。へえ。あと砂糖をどのぐらい加えるかとか全然味変わってくるし、大き結構甘さが変わるとかじゃなくて本当に風味が変わるんですか？感じ方変わってきますよね。へえ。じゃあメイリーで売られているあの板チョコは小山さんの、まあ、好みで、そうウイスキーな感じを感じやすいような、まあ、たまたまそうなった、たまたまなんですか？そうですね、まあ、たまたまそうなった感じですね。お店に2種類あるじゃないですか、はい、1つは、まあ、あの大人っぽくウイスキーが風味感じで、もう1つはフルーティーなのってあるじゃないですか、うん、あれは何を変えてるんですか？その砂糖の量、まあ、あれはあのカカオ の, あの量ですね。 60% か 66% かの違い、うん、はなるほど。うん、あとは作った時のロットを作った時のカカオがちょっとあの生産がちょっとあの月が違ったりするんで、うん、あれ農産物ですからね。カカオ、なるほど、うんうんうん、だから取れた時期によっても全然味が変わってくるんですよ。へえ。そうなんです。そうか、あの果物野菜も旬と旬じゃないがあるみたいに、まあ、あのずっと旬なんですけどね、うん、あの取れた時に発酵するじゃないですか、うん、発酵した時のその気温とかあの気候とかでも発酵 の, あの進み具合とか変わってくるんで、もうあの取れる時期によって味が全然変わってくるんですよ。だから同一の味なんて出せっこなくて大量に作るとかじゃないと。へえ。うちみたいな小ロットだと、うん、毎回あの違う味ができてきちゃうわけですね。面白いですね、チョコレートって。そうなんです、面白いんです。じゃ あ, あの例えば
バレンタインデーね、今バレンタイン前からさ、デパートとかでさ、うん、チョコレートの屋さんのチョコレートのフェアやってるじゃないですか。やってますね。あれも今同じメーカーのやつでね、はい、今買ったのと、じゃあ、12月に買った時ってやっぱちょっと変わる。まあ売れてる店だったら全然変わってくるんじゃないですか。へー、面白い。毎回作るロットも変わってくるだろうし、うん、それか大量に仕入れて大量に作ってるっていうんだったらまたね、味は変わらないけど、でも売れてる店だったらね、また 何回も多分作るだろうから味も変わってきますよね。意外と、まあチョコレートさ、今日本にも大きい大手いっぱいあるじゃない、ロッテだったりさ、はい、ああいうとこのも意外と今食べたやつと来年の2月にまた食べてみたやつってちょっと変わってたりするんかな、どうなんでしょうね。まあでも一気に作るから、そうだよね、多分めちゃくちゃ大量な量作って、うん、まあ安定させるためになんか企業努力とかしてますよね。 あくまでうちみたいなショーロットとか、うん、ビントゥーバーって言われるチョコレート屋さん、うん、ビントゥーバーっていうのも私お店で初めて聞いた言葉なんですけども、これもちょっとこう流行って今流行ってる、ちょっと落ち着いてきたかな。少し前まで流行ってね、流行ってた、ね、ビントゥーバーっていうのはそもそも何ですか。一つの国農家から取られた厳選されたカカオを使用して作ったチョコレート、カカオから作ったチョコレートをビントゥーバー、こだわりの一品ってことですね。こだわりの一品、うんうん、どこから仕入れて、うん、その仕入れてきたカカオを使って作ったチョコレート、そう、こだわられたカカオで作られたチョコレートをビントゥーバー。お店でもね、あのビントゥーバーのチョコレートと、あと台湾産カカオのチョコレートってとても珍しいから買いに来ましたって言って、うん、あの板チョコをね、そう、ビントゥーバーのチョコレート皆さん食べたことあるでしょうか。私も今までね、チョコレート、まあ、あの大手の買うとさ数百円とかじゃない、メリーさんで歌作っているで販売しているビントゥーバーのやつは、2200円なんですよ、うん、初め見た時に私もおわおって思ったんですけども、はい、こう話を聞いて、まあ、大変さとこだわりと、あとやっぱ食べてみて美味しいなって思いました、ね、そう、美味しいなと思って、だからね、ビントゥーバーのチョコレート買ってくださった皆さんはきっとこうちょっと特別な気持ちを味わいたいな、今日のティータイムはちょっと特別な時間にしたいなっていう時にお供にしたりするのかなって思うんですけど、そうですね、ね、こう毎日バクバク食べるっていうよりは特別な時っていうね、そう思うといい、素敵な、なんか、そうですよ、お手伝いをしているなって思います。そうですよ、そう、やっぱ特別なあのもので特別な時間を作るっていうのはね、生活において必要ですよね。必要ですね。人生の潤いですよ。そうです、はい、そう、台湾コーヒーもね、前回出演していただいた時にお話伺って、まあ、なかなかあのスペシャリティコーヒーとして高級な部類に入るんだけど、やっぱ特別な時にこう飲むといいなって改めて思います、まあ、そんな本日はバレンタインデー、まあ、もう夜もね9時が近づいておりますが、皆様はチョコレートもらえましたでしょうか。メイリーさんではね、いつもそのチョコレートがあるのと、そのチョコレートを使って作ったガトーショコラもあるんですよね。あります。私あれが一番前ですね。美味しいですね、すごく好きです。濃厚でとろっとしてね、そう、余計なもの一切入ってなくてね、もうチョコレートっていう感じがしてね、とてもそう、あのちっちゃくても満足度の高いケーキになってますね、はい、そう、それにねコーヒーとか、あと台湾茶も合うんですよね。そうなんですよ。そうなんです。ぜひぜひ皆様、下高井戸台湾カフェメイリーチョコレート、またガトーショコラね、食べにいらしてみてください。というわけで、今年もね1回目の出演、小山さんありがとうございました。特別ゲストのね、あの豆柴とおはちゃんもクンクンと出演ありがとうございました、またあのお願いする時があるかもしれませんが、ぜひ出演のほどよろしくお願いいたします。はい間がありましたよはい、というわけで、
今日はバレンタインデーなのでね、チョコレート、台湾のチョコレートご紹介いたしました。では2曲続けて、ヒロミ with 倉知浩二で約束、そしてレンレンとは。小山さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうして
今日も動いてる。はい、ひろみのまるっとガジュマル、最後のコーナーはワールドワイドニュースでございます。台湾に関する春先取りのニュースです。台湾中部のテーマパークで桜が見ごろ、八重桜は八分咲きということで、こちら2月9日の記事なんですけれども、綺麗に咲く桜の写真とともに記事がアップされております。中部南東県のテーマパーク旧族文化村で8日桜フェスティバルが始まった。八重桜は八分咲き、ソメイヨシノは五分咲きになっているほか、2月下旬には豆桜の花が鑑賞できる。こちらですね、22年前から桜関連のイベントを実施して、毎年30万人以上の花見客が訪れる。旧族文化村の関係者によると、園内には専門家が独自に栽培した台湾雪桜と呼ばれる白い桜が植えられており、昨年初公開されると多くのお客様から注目を集めたと言われております。また今年は日本の神社をイメージしたブースを設置したほか、浴衣の貸し出しや日本舞踊、太鼓のパフォーマンスを行い、日本にいるような雰囲気を味わえるとしてお客さんを呼びかけたそうです。もう嬉しいですね。多くの日本にいる日本の方が今台湾に行きたくてしょうがない中、逆もあるということでね、多くの台湾にいる台湾の方が早く日本に行きたいという中で、それぞれの場所でできること、日本でもね、台湾関連のイベント、台湾フェスティバルがたくさん開催されているように、台湾でもいろんなところで、日本のイベントが開催されています。こういう桜、台湾でもたくさん、ね、植えて、私が小学生の時そこまでなかったんですね、まだ。で、通っていた台中日本人学校という学校で桜が届いて植えたんですよ、確か。でね、確かね、成功咲かなかった記憶があるんです。そう、いや、台湾で桜見れないのかななんて思いながら、春休みに初めて、父の実家の石川県金沢で桜、満開の桜見てね、わあ、なんて綺麗なんだなんだって言って、数年後、台湾でもいろんなところで桜が見れるようになって、私が日本来てから、両親がね、この時期にこう桜を、台湾に咲く桜を見に行って写真とかも届いてね、おお、こんなに咲くんだなんてね、毎年写真を見ながら感動しております。日本桜大好きな方が非常にね多くて、こう街の中に、日本は街のいろんなとこにこう桜の木が植えてあってさ、ポンと桜の、なんていうのかな、並木じゃなくてもポンと一つだけこう桜の木があって、そこにパパパッと咲くと、やっぱり歩く人々があってなって足を止めてさ、写真を撮るじゃないですか。私もそうです。なんか不思議ですよね、桜じゃない、桜の木じゃない時ってそんなにさ立ち止まって写真撮らないんですよ。でも桜だと思うと、やっぱこう寒い寒い冬を終えてね、パッとこう、しかもピンクに白ね、こう明るい気持ちにさせてくれる、明るく優しい気持ちにさせてくれる、その色の花がポッと咲くと、やっぱみんな、あ、こう春が来る、春が来たっていう気持ちにさせてくれるのかななんて思って、台湾ではね、こうこの時期に咲き始めるということで、日本と同じように
あ、春だって言って、今あのコロナもねまだまだ続いて、あ、そろそろ落ち着くかななんてちょっとこうホッとするような気持ちも、桜という花はねみんなに届けてくれてるななんて思います。こう独自栽培の台湾雪桜、これもね私いつか見てみたいですね。名前もまた綺麗ですね、台湾雪桜。来年のこの時期にはもういい加減台湾に行けるだろうという願いも込めてね、皆様も台湾での桜見もお花見ですね、ぜひぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。以上本日のワールドワイドニュースでした。お花の曲を一曲、ひろみの曲でイエライシャン。台湾系 J-POP シンガーソングライターひろみ、
ベストアルバム5月雪スラッシュ海に星空好評発売中。いざよいの月は二人を照らし続ける。ひろみ台湾で検索。はい、ひろみのまるっとガジュマル、エンディングは魔法の呪文に乗せてお届けいたします。本日虹色茶芸館、お客様は下高井戸台湾カフェの名理の店長兼オーナー小山龍さん、そして特別出演が、看板兼の豆柴ドファちゃんと、ご出演ありがとうございました。バレンタインデーも残りわずかということで、皆様は素敵なバレンタインデーの夜を、お過ごしください。さあ、次回のひろみのまるっとガジュマルは3月14日、おお、同じ14日ですね、3月14日月曜日の夜8時からです。いろんな情報、ただいまホームページ、ブログがお休み中でして、 SNS が中心となっております。 Twitter、Facebook、Instagram とやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。お便り宛先はひろみ音だより @gmail.com、 ひろみ音だより @gmail.com までお待ちしております。それではまた来月3月14日夜8時、ひろみのまるっとガジュマルでお会いしましょう。皆様元気にお過ごしください。また来月。バイバイ。